すごく美味しいからこそ、女の子としてはいろいろと複雑なのよ。タカ君、タカ君、もう寝ちゃう？じゃあさ、ちょっとお話ししてもいい？
とね、ちょっと寒いね。だってタカ君のリアクションが私の予想とは180度違う方向に行っちゃうんだもん。もう一度ちゃんと考えて。私はタカ君にちょっと寒いねと言いました。さあタカ君の回答は？
気づかないならいいです。はい、この話はなし。終了終了。じゃあ次の話題。今日あれってやっぱり私たちの願いを叶えるために咲いたのかな。もしあれが本当に、よし、もう遠回しに言うのを諦めよう。どうせタカ君が察してくれるわけないんだし。タカ君？今日は一緒に寝よう。
だから今日は一緒に寝ようって言ってるの。タカ君嫌なの？前は毎日一緒に寝てくれたのに。ダメ？タカ君はもう一緒に寝てくれないの？私はいつだってタカ君のことを甘えさせたいって思ってるし、タカ君に甘えたいって思ってるんだよ。何？違うよ。自覚してるからこその行動だよ。とっても魅力的な女の子で。緊張なんてしてません。
ちょ、兄さんってば、何笑ってるの？そういう笑い声の時の兄さんは絶対私のことバカにしてるんだよな。へえ、立派なもんだね。なんか見上げてたら放心しちゃう。そうだった？そんな子も、とりあえず学園長に挨拶した方がいいんじゃない？そんなの分からないよ。兄さんも人に聞いてばかりいないで自分で探してよね。おはよう。今日も寒いね。